おはようございます。関根和夫です。お元気ですか？昨日は私、上野に用事があって、上野に出かけて行ったんですけれども、でもその前にちょっとお茶の水まで行って、そこで一つの仕事を終わらせて、その後ゆっくりと、東京大学に行きました。そこまで歩いたんですよね、お茶の水から。東大の若門から安田講堂のところの、イチョウが見たかったんですよね。かなり黄色くなっていて見応えがありました。まだこれから、まだちょっと緑もいっぱいあるので、多分あと1週間か10日ぐらいかかるんだろうなと思いましたけれども。で、その後で、東大から、東大病院の裏のところを通って、不忍池まで歩いていきました。で、そこの不忍池もゆっくりと一回りして、その後上野公園の方に行ったんですよね。で、そこで用事を済ませて、帰りは、やはり、同じように上野公園から不忍池に行き、不忍池から東大に行き、東大から今度は、茶の水のバスで、帰ってきたんですけれども、昨日の歩数は1万6000歩ぐらいになりました。でもまあ、非常に楽しい散歩の時間になったのでよかったなと思っています。なんかしみじみ東京も場所によっては緑の木々、まあ緑の、木々がまだまだいっぱい残ってる、そういう公園とかね、自然が豊かにあるなというふうに思いました。東京大学の構内にも上野公園にも木々がたくさん残っているんですね。なんとか養生してずっと残してほしいもんだなと思うんですよね。茶色とか黄色のまあ、秋の色の葉っぱはたくさん見たわけですけれども、なんかとても清々しい一日になりました。鳥もたくさんいたんですけどね。スズメもいました。そのお茶の水から上野公園までの間に写した写真何枚かちょっとアップしておきましたので、時間があったら見てみてください。どうぞ良い一日になりますように。
主よ、あなたこそ私